皇公は春秋時代の際の第十八代君主。漢公の子、母は帝の皇女。この名は不詳。漢公と漢中は素質がある孔子将を大使とし、宋の上皇を皇権役とした。前六百四十三年、漢公が死去すると、大使将以外の五人の孔子、藩、商人、洋が後継を争ったが、漢公の長身であった液河と樹が皇子向きを 成功に擁立したため、大師匠は宋に亡命した。全四十二年春、宋の上皇は、宋、守る、樹の連合軍を率いて、生に攻め入り、大師匠の帰国と成功即位を援助した。三月、諸公連合軍の圧力に屈した大部の一派は向きを暗殺し、大師匠を迎え入れようとした。しかしその他の四公子の支持者たちは軍を発して、大師匠の軍を迎え撃ち、 そうに追い返した。5月、宋の上皇は、サイド軍を発し、四皇子の軍勢を剣で撃破すると、大使将はついに聖のとの臨死に入り成功に即位した。この動乱以降、聖の国力は衰え、官皇の勝ち取った派遣は終焉し、今まで放置されていた暴風の官皇の意外が、ようやく埋葬された。1633年、 高校は没してその子が後を継ぐはずだったが、高校の異母帝の講師班が、A の講師解放の援助で、追いでもある高校の講師して、自らが位いについた。ありがとうございます。